コーブレスか。やってみなきゃ向こう。全然自分で負けんよ。長を勇気をかける。熊は追い払えましたか。カスナが犠牲者が出てしまった。これはひどいですね。とりあえず仲間に報告だ。とりあえず使えそうなものを持ってかなきゃ。撃退スプレーはもちろん、拳銃まで持ってたとは。これらは熊撃退に使えそうですね。早速仲間たちに報告しなきゃ。数分後。みんな大変だ。レクリサたちも殺されてしまった。恐れていたことが起きたのか。それに一人が戻ってきてないわね。まさか、熊に殺されちまったのか。その可能性がありますね。みんな、戻ってきたぞ。無事だったのか。それでだけどその武器は何？撃退スプレーと拳銃です。拳銃か？他にみんな持ってる？持ってないわ。どこで拾ったんだ？やけに新品だが。役に立ちそうなのでレクリサたちから取りました。なんだと？今すぐ投げ捨ててこい。熊の執着心を知ってますか？熊は、一度手にしたものに対して異常な執着心を示します。もしそれを取り返そうもんなら、奪い返すために襲撃してきます。あらら、急いで投げ捨ててこなきゃ。急いで捨ててこいよ。これは嫌な予感がしますね。今のうちに撃退の準備を。案の定怒ってしまったか。あいついなくねえか。確かにそうですね。また来るかもしれないから見張ってるか。そうしましょう。全然クマが来ないな。もしかしたら私たちが眠るのを待ってるかもしれません。これは気が抜けないな。またやってきたのか。今度はどんどん叩いてますね。これバレてんじゃないか。今すぐみんなを起こして。扉を壊した。もしかして扉の劣化で壊されたんですか。二度目の衝撃。今度はしっかり当てましたか。これやばくね。どうやら怒り狂ってるようです。なので私が責任を持って犠牲になります。何言ってんだよ。ですよ。私が引き付けます。こんな無茶な、やめろー。クソ、また犠牲者が出てしまった。また奴が来る前にここを離れなきゃ。みんな起きろ、また犠牲者が出た。どうしたの、こんな夜中に。そうですよ、寝ましょう。今すぐここらを離れよう。出なきゃ俺たちも殺される。わかったわよ。よし、奴は来てないな。どうしてなんですか。扉を壊された。またお前か。もう小屋に戻れないしな。一目散に逃げろ。今度は扉も壊され、アンチを失ったヨロマたちは一目散に逃げた。どこに行ってもクマに追われる。なんかイラついてくるな。ここを越えたら出られるの？もうやるしかないのか。次回、決死の逃走。みんなは動物の対策や山の情報、準備をしようね。